はいね、道の駅黒滝でございます。なんか食べ物ないかね、今探してるんだけどね。山崎の弁当食べても仕方ないからね、なんかないかな。言えないしな。お、行かれんのかよこれ。川に入れんのかよ。川に行きます、川に。バーベキューはできませんよって。今日は安らぎぐらいは安いだったしね、ちょっと昼飯作ろう、昼飯をなんかやるかもだけどね、できまへんねんて。ということは弁当でも買ってくるか、しゃあないね。あら、これ降りれんか。降りれんこともないけど大変やね。こっちから降りろか。こうやって、おいおいおい、はい、ここは川でございます。綺麗やね。全く濁ってませんわ、これ、これ。あら、綺麗ですか。ここで持ってきてやったらいいんやけどな、まあ、ちょっとあかんとか言ったらしな。やめてみましょうか。ねえ、ここで。これはエルライコ前と比べると、あの、流れがね、急になってね、前はこれ平らやったんやけど、そうだ、これ水流れたんやね。去年はこれ来た時はね、もっと平らでしたわ。子供がここで水浴びてたんでね、これ記憶あるわ。ああ、だいぶ削られてましたね、これ。おうおう、その石は綺麗に積んではるけど、おうおう、こっちを積んだな。石積んであるんですけどね、ほんまに水きれいですよ、これは、ね。そうなんですか。はい、じゃあ弁当でも買いましょうか。どっかで降りてやるかやね。どっかないかね。持って降りられんな。荷物が容器あるからね。テーブルとかね。テントがなかったんでね、今日。河原で吉野川 の, あの横でやる予定やってんだけどね、まあ、あまりの点々カンカンというにね、テントがないんでちょっとやめたんですけどね。弁当じゃ今一個なんだけどね。インスタントのカレーでも炊いて食べますか。どっか持って行って下にお腹の売店でございます。フードテラス、
関陽子さんの